佐賀バルーンミュージアムは、佐賀県佐賀市松原にある、熱気球をテーマにした日本国内初の常設博物館。2016年10月1日に天候に左右されず、いつでもバルーンの魅力に触れられる施設として、また、佐賀市の観光、中心市街地活性化の一環として開館した。佐賀市では、幼稚として2013年11月に閉店した。 丸京佐賀店の敷地と隣接地を購入し、建物そのものは無償で譲り受けて整備した。またこの際に隣接地にあった佐賀市文化財の武家屋敷の門を1890万円の費用をかけて東側にずらして保存修理している。掃除業費は約18億円。施設は鉄筋4階建て建物の1、2階部分で佐賀の工芸品や名産を売る。 物産館やカフェも設けた。また、気球の保管が可能な倉庫、バルーンハーバーを1階に整備している。3階は、佐賀市青少年センターが市内、成明町から佐賀県警の少年サポートセンターが、県警本部内から移転。4階は、民間の日本語学校が入居している。2017年7月19日、来館者数が10万人に到達。 吹き抜けに実物バルーンを展示するほか、1969年に北海道で日本初の有人飛行に成功したイカロス5号のバスケットや280インチのスクリーンでバルーンの映像を楽しむスーパーハイビジョンシアター、競技を疑似体験できるフライトシミュレーターなどを展示する。また、国内の熱気球の発展に貢献した人物や団体を紹介する気球の伝導や、 熱気球の歴史や競技種類の説明、気球の形を模型で紹介する区画などを整備している。日本や佐賀の熱気球文化に貢献した個人や団体を紹介し、その功績を称える施設。佐賀独自のものであり、国際気球委員会が定める功労者伝道とは無関係。年間パスポート。ありがとうございます。